リュズ・ルス、1972年1月7日台は、フランスの漫画家、風刺画家、イラストレーターである。本名、ルナルド・リュジエ、トゥール出身。1992年から、シャルリー・エブド・ラ・グロスベルトなどの風刺新聞に画を掲載し、2003年からは、フリード・グラシアルにも参加するほか、音楽関連の雑誌にも寄稿している。 リュズは1990年代から漫画新聞プシコパニーガを掲載するようになり、1994年から風刺月刊誌シアン・メシャンの編集長を務めている。1992年に湾岸戦争に反対するために創刊されたラ・グロスベルタに参加。同年活動を再開した風刺新聞シャルリー・ヘブドにも風刺画を掲載し、やがて同志において 中心的な役割を果たすようになった。シャルリー・ヘブドは、左派の新聞で特に極右を標的にしているが、1997年に、極右政党、共和国運動党首ブルーヌ・メグレの妻、カトリーヌ・メグレが、ビトロル氏の市長に就任すると、ディズは、メグレ夫妻が、ビトロル氏を牛耳ると題するコラムを連載し、極右の人種差別的政策などを非難した。 1998年にこのコラムをまとめたものが、シャルリー・ヘブドの特集号として発行されると、メグレ夫妻は顔に泥を塗られたとして、訴訟を提起し、25万フランの損害賠償金を請求したが、第一審でも第二審でも表現の自由の妥当な範囲内であるとして、無罪になった。2002年フランス大統領選挙の第一回投票で事前の予測に反し、 社会党のリオネルジョスパン首相が敗退し、極右政党、国民戦線のジャンマリー・ルペンが、決戦投票に進んだことにショックを受け、キャンスという冊子を作成し、配布した。ジャンマリー・ルペンを当選させないためには、ジャック・シラクに投票するしかなかった。表紙には、決戦投票で目を覆いながら投票箱に、投票用紙を入れる男が描かれている。は、また音楽ファンでもあり、 音楽、映画、演劇、文学などの芸術一般を対象とする週刊誌、レザンドキュプティブルにコラムを掲載するほか、ルービン・シュタイナーのアルバム、オームポさんのイラストを描いているが、イラストレーターとしての活動にとどまらず、やがて、エリゼモン・マルトル、ポップイン、トリュスケルなどのクラブやディスコで、ディスクジョッキーをするようになった。コンサートに、足しげく通っていた、彼は、後に、 パリ同時多発テロ事件の際にバタクラン劇場で約90人が死亡したことについてあちこちのコンサートでバタクランの犠牲者とすれ違っていた可能性が非常に高いとしてルモンド社の雑誌 M に犠牲者への追悼の画を掲載した共和国の更進の戦闘を歩くゆズ、カミーユ、シャルリーの仲間たち2015年1月7日、シャルリーエブドの風刺画からが イスラム過激派に殺害される事件が起こった。この日は編集会議が行われていたが、偶然にも誕生日だったリューズは、妻のカミー・エマニュエルが誕生日を祝ってくれたために、遅刻して、難を免れた。1月11日に、シャルリー・エブド襲撃事件を及びよくよく日に発生した、ユダヤ食品店、人質事件の犠牲者を追悼すると同時に、テロリズムを求断し、 表現の自由を訴える全国規模の大行進、共和国の行進が行われた際には、最前列に立って行進したが、一方でこうした政府主導のデモにより、シャルリーエブドが象徴としての責任を負わされ、政治的に利用される危険性があることを指摘した。表紙画のポスターが貼られたキオスク事件の1週間後の1月14日には、書位、生存者の号が発行された。 すべて許されるという見出しのもと、ジュ,シュイチャーリーと書かれた紙を持って、涙を流すムハンマドの表紙画を描いたのはリュズだった。この前日、事件後に、シャルリー・エブドが一時的に編集部を置いていた、リベラシオン社で、ジェラール・ビアール、パトリック・プルーと共に、記者会見に臨んだ。共和国の更新に、 各国首脳が多数参加したことについては言論を弾圧する国からも参加があったことを皮肉りブロガーを牢屋に入れて無知打ちの刑に処するような国はシャルリーではないとイスラム教を侮辱したとしてブロガーのライフ・バダウィを逮捕し無知打ち旋回の刑を言い渡したサウジアラビアを批判したまたシャルリーエブドに対する批判についてはユーモアは誰も殺さない すべての人間の感情を考慮しなければならないとしたら、もはや鉛筆を捨てるしかないと語った。事件後の記者会見中央が、リュズナイジェリア、パキスタン、トルコ、アルジェリア、チュニジア、イランなどのイスラム諸国では、このムハンマドの側に対する激しい抗議デモが起こった。リュズは、大抵のイスラム教徒は、シャルリーエブドのことなど気にもかけていないと思う。だから、 イスラム教社会全体が侮辱されたという人々こそ、イスラム教徒を爆カ扱いしているのだ。我々は、イスラム教徒を爆カ扱いしないと抗議している。2015年4月、リュズは、もうムハンマドは描かないと発表し、ムハンマドにはもう興味がないと説明した。2015年5月、個人的な理由により、9月に、シャルリーエブドを去ると発表し、もうシャルリーではなくなるが、 これからもずっとシャルリーだと語った。同じく2015年5月に事件当日の様子やその後の苦しみ、そしてわずかなりとも希望を生み出すまでの経緯をが出綴ったカタルシスを発表。フィガロ紙はこの本は悪夢、重度の不眠やパラノイア、神経症の苦しみ、解放の糸口となった妻との愛の営み、そして何よりも顔を描き続けることができるかどうかという不安を 語っているとし、レクスプレス紙は非常に個人的な戦い、自分を見失う前として戦い、勝利を収めた一生存者の物語と評した。この本は増刷を重ね、早くも発売後1ヶ月間に第3冊で9万部印刷されることになった。2018年11月、漫画家、風刺画家として身を立てるためにパリに上京した当時のこと。 リズの才能を最初に見出したカビウとの出会い、親しかったシャルブほか、シャルリー・ヘブトの他の風刺画からとの思い出などが出綴り、なぜ描き続けるのかと自らに問うが集、インデラバイルズを発表。消えないものとは指に残るインクの染みであり、同時にまた、シャルリー・ヘブトそして亡くなった風刺画からの思い出である。シャルリー・ヘブト特集号その他の短所強調。ありがとうございます。